めかです。ゆなです。えこです。ゆらりです。アリアです。ピンク、ラテ、ティー、ピー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はブブンブブ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 私服紹介です。これはパート、パート5、4、そのぐらいだと思う。わかりです、結構やぐらいでしたね。夏休み、友達とお出かけっていうのがテーマです。はい、個性が様々、みんな違うね、ジャンル。じゃあ早速、一人ずつ紹介していきます。せーの、どうぞ。アリアです。テーマは映画に行くです。このね、もう見てわかる通りめっちゃ可愛いジーニーで、アラジンの映画に行きましょう。ありがとうございます。黒目ですね。こんな感じです。上からこのピン止めがワンスポで買いました。これは3つセットです。貝殻で夏をイメージしてます。この上の服が肩出しにもできるし、上にも上げれる、ちょっと透けてる素材のちょっと短めのやつです。これもワンスポです。スカートがポイントなんですけど、後ろにヒヤヒヤがついてガーリーさをイメージしてます。ここにもこんな感じで結べるようになって、とても可愛くてお気に入りです。このスカートはアンクルージュです。このさっき紹介したジーニーのポシェットはディズニーストアで買いました。もうこれは本当に何にでも合うし、とっても可愛いので一目惚れして買いました。靴はピンクラテで、靴下はウィーゴーです。この上の服がちょっと透けてて夏っぽいし短めなので、お腹をちょっと出して夏っぽさを出してます。以上です。バイバーイ。ひやいかです。こんな感じです。私は普段友達と遊びに行くときはすごくおしゃれをするんじゃなくて、もうとにかく動きやすい楽な格好をしてます。ブランドはイヤリングのピンクラテです。 T シャツがニコ&ってとこです。ゴムが300均一のお店。これがムックボンです。ジーパンがゴージってところで、靴が最近ハマってるグレイルっていうお店です。もうグレイルはネットでしか買ったことないです。ポイントが T シャツとデニムっていうちょっとシンプルすぎるコーデだったので、後ろの丈がちょっと前より長くなってて、ダメージとかヒールを高くしたりとか、差し色とかに困ったらいつもすぐこれを持ってます。色も赤っぽい色だし、冬夏も使えるのでめっちゃ便利です。でもこれでも地味なのでこれをつけました。最近インナーをちょっと肩から見せるのが流行ってて、ピンクラテとかにも売ってるのでこれをちょっと出してみました。これはピンクラテです。ダメージがちょっとすごい高い位置にあるんですよ。普通膝のとこにあるじゃないですか。だから一瞬ここが膝かなって思うぐらい足が長く見えるのでおすすめです。バイバイ。ゆなです。テーマが夏休みに友達と出かけだったのでカジュアルコーデにしてみました。トップスはピンクラテの T シャツで、マイブームのレインボーカラーの首元がお気に入りです。スッキリ感を出すためにここを結んでちょっとチラ見せしてます。パンツ、普段は結構スタイルがよく見えるぴったりとしたパンツを履くことが多いんですけど、友達と遊ぶ時は楽ちんがいいかなと思ったので緩めのラフなパンツに選びました。結構ボーイッシュになりがちな緩めのパンツなんですけど、ここが大胆に開いているのでちょっとセクシー感も出て女の子らしさがプラスするかなと思いました。靴はリリースライクなミューにしました。ドライブとヒールがクリアなので夏っぽさが出てます。小物はアクセントを出すためにピンクのベルトを使って、バッグもガールズの部分がカラフルなので首元のレインボーカラーとリンクしていていいです。
です以上です。どうでしたか。さよならエコです。エコは原宿に遊びに行く時のちょっとカラフルポップなコーデにしてみました。この T シャツなんですけど、チビ T 短めの T シャツでここまであるんですけど、これだけで着るとちょっとお腹が白見せできる感じで、この緑とピンクの組み合わせが新鮮で、ここにオーマイガーって書いてあってとても可愛くなっております。サロペットは、今までサロペットとかってこの辺まであったんですけど、それがここから始まるっていう新しいデザインだなと思ってちょっと挑戦してみました。ここのベルトとかボタンとかシルバーなので涼しく見せる効果があります。この靴下と靴が同じ色なので統一感があって、白っていうことなのでとても清潔感とかが出ます。これはネオンカラーのクリアな小物をつけることによってより一層涼しい感じを演出しました。このサングラスは目から日焼けもするって言われてるので、それを防止するためにちょっと丸サングラスで日焼け防止です。このサロペがボルカンで、これがスピンズで、このイヤリングがピンクラテで、サングラスがルゴで、靴がコンバースで、靴下がルゴです。参考にしてね。ゆらりです。今日のコーナーはこんな感じです。はい、こんな感じです。ポイントはこのちょっと奇抜な柄のスカートです。なんか顔がいっぱい描いてあります。色も原色同士の組み合わせとかで結構派手で奇抜なので、このスカートを際立たせるために上のトップスを黒で締めて持ってきました。後ろにウイスキーがあるんですけど、なんかウイスキーはこの人たちが飲んでるみたいな、来た後から気づいたので言いました。はい、なんかちょっと雰囲気合うかなと思っていい感じです。靴下は透け感があって夏涼しげな感じです。はい、サンダルはスポサンなんですけど、甘すぎずスポーティーすぎずっていう感じで、このラインが入ってるのはスポーティーっぽいんですけど、でもこのコルクみたいな生地で可愛らしさというのも出しています。バッグはクリアなんですけど、最近よくあるのは全部がクリアっていうバッグが多いんですけど、これ蓋だけ黒っていう風で、ここ黒黒黒でアクセントを入れて締めています。中にスニーケースとか可愛いリップとか入れて見せたら可愛いなと思いました。ブランドはシャツとカバンとサンダルがスプレーで、スカートが韓国のウェットです。靴下が靴下屋で買いました。私は結構お気に入りのブランドを作って自分流のおしゃれができたりとかして、一個お気に入りのお店を作っておくと絶対に失敗はしにくいと思うので、お気に入りのお店を一つ作ってみるのもいいと思います。はい、こんな感じでした。バイバイ。皆さん夏の私服どうでしたか。5人結構違ったね。みんなゆらりいい感じ。全員違います。そう、なんかゆらりちゃんっぽい夏のマジコーデって感じで、みんな合ってる。うん、なんかイメージ似合ってる感じする。一番シンプルな。うん、シンプルな。シンプル水です。似合う。似合う。はい、ゆなちゃん今までとイメージ違った。うん、お姉さん系なんだけど、そう、大人とか。でもちょっと今日はここ、うん、ピンクがいいね。ここめっちゃアクセントがいい。でもどっちも好き。もし体がいいと思ったら高評価。